さあ、こちらもスポーツの秋です。プラチナのような輝きを、佐久市でママさん世代だけが参加するバレーボール大会が開かれました。参加条件は65歳以上であること。第15回佐久市プラチナことぶきママさんバレーボール大会に県内外から21チーム229人が参加しました。選手宣誓を務めたのは佐久市の桜井ひろ子さんです。プレー中は転んだら早く起きる、それは無理、でもなるべく早く避けて邪魔にならないように、人に怪我をさせないように、大切な仲間たちとスポーツの秋を今日一日楽しみたいと思います。安全第一、平均年齢は 71.7 歳、最高齢はなんと87歳です。おいくつだか聞いてもいいですか？私はね、83過ぎたの。でも若くしてないとね。頑張ります。参加者のほとんどがバレーボール歴50年以上、目指すは生涯現役です。年齢を感じさせない鋭いアタック、熱戦が繰り広げられました。もう60歳以上ことぶきなんですよね。目的はね、ピンコロ地蔵さんを世に広めましょうということで。ピンピン元気に長生きし、コロリと楽に大往生したい。佐久市の長寿の象徴ピンコロ地蔵を広め、長寿の町を PR するために大会が始まりました。大会中はもぐもぐタイムも。今日はとにかく笑って食べてね、それが目的だから、ちょっとだけバレーやればいいですね。私はもうそれ以上に補給しちゃってね。困る。大切なのは勝ち負けではなく、身も心も健康でいることです。